ただいまより令和2年度唐津市海山川環境調和のまちづくり事業成果報告会を始めさせていただきます。私は唐津市よりこの事業を中間支援団体として業務委託を受けております NPO 法人唐津環境防災推進機構関根の藤川と申します。よろしくお願いします。それではまずはじめに唐津市海山川環境調和のまちづくり事業についてご説明をいたします。この事業は平成18年度に始まり、唐津市の豊かな自然環境を守り次の世代を引き継ぐため市民参加型の環境活動に対して補助金を交付するものです。現在までに唐津市内の約70団体の皆様にご活用いただきました。現在この事業には3つの部門があります。1つ目に環境保護・環境美化事業、2つ目に環境企画・環境教育事業、3つ目に環境団体の自主事業の構築・確立事業、この3つがあります。今回は環境企画・環境教育事業と環境団体の自主事業の構築独立事業に採択された団体の成果報告をご覧いただきます。まずはじめに環境企画環境教育事業を実施された団体の報告です。1番目に限界地区生物教育研究所、2番目にカッパ連邦昭和国、3番目に NPO 法人限界灘を守り育てる会、4番目に花丸シェコネクト、そして次に環境団体の自主事業の構築確立事業を実施された団体の報告です。5番目に松島・加唐島の自然を守る会、最後に区財、合計6団体の皆様に発表していただきます。それではご覧ください。限界地区生物研究所の飯田雄二です。よろしくお願いします。事業の目的です。3つありまして、1つは海産生物の調査で、2つ目にその位置を整理した形での講演会で、3つ目に、小中学生を主に対象とした地域住民による観察会を計画しています。そういう3つのことをもとに地域住民による環境保全活動を推進するというのを目的としています。事業の成果でございます。昨年の5月13日、松島・加唐島周辺でスキューバーによる海産生物調査を行いました。研究スタッフは新井さん、前田さんでした。その時の様子を紹介します。真ん中にいるのが、新井さんです。で、右側が前田さんです。ワカメ群落ですが、草食魚のアイゴなどによって非常に食害を受けています。下側の方がアラメの群落ですが、葉っぱ状のものが見られません。ひじきです。本来ならばそれなりの長さになっとかないかんひじきが30センチぐらいで非常に短い状況でした。下の方がオオワカメの群落です。食べられた跡が見ることができます。なら何がかというと、草食魚のアイゴ、これはアイゴの写真ですが、これが盛んに海藻類を食べております。で、少し動物を紹介します。ラッパウニです。南方系です。で、アオシジカンガゼ、
その他このガンガゼの仲間、今回4種ほど確認ができました。ソフトコーラ、柔らかいサンゴです。それからゴニオパラといいますが、キクメイチの仲間、まあ、こういう南方系のサンゴなども増えてきています。事業の成果の2の1について、海産生物観察会、7月4日弁天島で行いました。講師は前田さんでした。から陸上の動植物観察会、8月22日に斑鳩島で行いました。神谷さん、水上さんを講師にお願いしました。観察会の様子です。で、採集をしたもの、それから前田さんが解説をしているところの写真です。で、斑鳩島の方、昆虫の水上さんが特に佐賀県のセミについて資料を作っていただいて、標本等も含めて解説中です。植物の方です。神谷さんがナタオレの木の説明をしているところで、斑鳩島だけが佐賀県で自生しているということでした。全体の集合写真です。授業の成果3の1として、松島の若者大賞の講演会を実施しました。10月28日、区長宅です。で、新井さんの講演の様子です。でその後、車座で意見交換会、いろんな意見が出て、面白い講演会になりました。意見交換会になりました。事業の成果1のまとめでございます。海産生物の調査に関して、愛護などによる海藻類の食害が極端に増えたということが分かりました。特に松島のアカモク、ワカメ、ヒジキなどの商品化が昨年度は全くできませんでした。サンゴの種類や量が増えました。南方系の海藻や魚類も増えました。で結局海藻類が少ない、食べられている、まあ一言で言うと藻場がないことによって、アワビ、サザエ、ウニなどのイカなどが激減しているという事実も分かりました。ぜひ磯焼け対策について早急な対応策が求められるかと思います。授業の成果の2のまとめでございます。科学教室、環境教育含めた科学教室を2回実施しました。生物多様性という言葉について子どもたち、それから保護者、その他基礎知識として習得ができたかと思っています。今後はぜひ生活の中で生かせたらいいなと思っています。授業の成果の3のまとめでございます。講演会についてで、新井さんについて松島、宝島の藻場の状況と課題について話をしてもらった後、先進的な取り組みをしている内容についても解説をお願いしました。そのことについていろいろ若者たち学ぶことができたと思っています。で今後の生活の中で生かしてくれると嬉しく思います。令和2年度の授業の評価でございます。1、2、3それぞれ実施することができました。そのことによって地域住民の環境保全活動の推進をする試みができたと思っています。もし可能ならば、来年度も継続した事業の取り組みを希望しています。以上でございます。北畑のカッパ連邦社長国大統領の原田清人です。令和2年度の海山川
環境調和のまちづくり事業の活動報告をさせていただきます。カッパ連邦小国は結成して32年を経過しました。河川環境の開発愛護と青少年育成を基本に活動しております。今回は海山川事業の主体となるカッパ塾の活動について報告します。カッパ塾では水水辺自然環境を学ぶとして1年間活動しております。カッパ塾は唐津市内の小中学校13校から塾生が参加し、毎年8回の塾を行って、今年で23年目になります。卒業塾生は600名を超えております。令和2年度はコロナの関係で7回開催します。1回目は5月に開校式を行う計画でしたが、コロナの関係で7月5日に開校式が遅れました。開校式ではまず1年間のカッパ地区活動の説明し、その後ひまわりの種の巻きの体験です。ひまわりの種は福島ひまわり里親プロジェクトの活動に賛同して福島から購入し、また浜玉中学校のからも種を分けていただき、みんなで植えました。畑は地域の方の協力によりカッパ農園と名付けております。ひまわり以外の花も植えました。昼食後、徳西川の水辺の学校で1回目のカヌー体験教室です。カヌーは現在13艇を保管しております。最初は慣れない塾生でしたけれども、しばらくするとみんな上手に乗れました。2回目は海岸清掃でしたが、コロナの関係で中止となりました。3回目はひまわりの観察と除草作業です。ひまわりの花は台風の被害も最小限にとどまり、立派な花を咲かせました。種の収穫が楽しみです。次は水と大地がタイトルの環境ビデオの鑑賞です。昼食は塾生の希望も聞き、毎回塾生と一緒に作り、私たちスタッフがサポートしております。食材はこの事業の別枠で賄っております。昼食も塾生の楽しみです。昼食後は2回目のカヌー体験教室になっております。次に4回目ですけれども、立派に育った種、ひまわりの種の収穫です。花は前もって取っておき、乾燥してみんなで一緒に収穫しました。なかなかうまくいきませんでしたが、コンテナ2個も収穫でき、あとは選別して浜崎中学校のお世話で福島に送付しました。次は川の水質検査です。北畑の6カ所の川の水を採取してみんなで検査し、5項目を調べております。薬品を使っての検査ですから、熟成の手分けには少し難しかったようです。分かったことは、北畑の川が平均以上の数値で、川の水がきれいになってきているということです。昼食後は徳西川周辺の清掃活動を行い、3回目のカヌー体験教室です。5回目は北畑周辺の生き物、鳥の大きさ、習性、鳴き声などについての勉強をして巣箱作りです。巣箱の大体の枠はきっと大きい釘で製作です。なかなかうまくいきませんでしたが、立派に巣箱の完成です。製作した巣箱は有志の方が2月の13日に近くの森に据え付けられています。昼食後はショートケーキ作りを行い、思い思いの形のケーキの完成です。途中つまみ食いしたり、楽しい時間が過ごせました。すべての体験が3密を十分に注意して行っております。6回目は唐津焼きにチャレンジ、2月21日に計画しております。5回目の塾で琴絵の生態を学んだことから、今回のテーマは鳩笛の制作に挑戦です。7回目は3月28日に環境体験バス旅行を計画していますが、コロナのため並行式のみとなります。小学校1年生から中学校3年生までの9年間参加した塾生もおります。
卒業式でもあります。心に残る閉校式を企画したいと考えております。ご覧いただきありがとうございました。NPO 法人限界灘を守り育てる会の理事長の浪口志郎です。私たちは、環境保全活動と唐津の海の現状を発信することで、子どもや孫にわたって唐津の素晴らしい海をつなげていくことを目的としております。で、大体25年ぐらい海中の清掃活動はやってます。で、今年の活動報告ですが、去年のですね6月の4日に環境調査専門家とサンゴの専門家で一緒にですね限界灘の海藻やサンゴのモニタリングをやりました。それから11月の3日に専門家と一緒に私たちの仲間の一般ダイバーと一緒に15名でですね、マダラ島のサンゴのモニタリングをやりました。それから11月4日、次の日にですね、サンゴの専門家によって講演会を水産会館でやりました。でタイトルはですね、忍び寄る限界灘、唐津の海が温暖化によってこれからどう変わっていくのかというタイトルで、やっていただきました。で6月の4日の、モニタリングといいますかね、調査は、5名でやりました。で右側のやつはですね、もう海藻が非常に少なくなってます。一番海藻の大きい元気のいい時だなはずなんですが、全然もう海藻が激減してます。それから、次はですね、これは同じマダラなんですけども、サンゴが非常に元気よく増えてます。で大体26種類ぐらい確認されてます。で四国の方ではですね、大体100種類ぐらいあるらしいです。でおそらく唐津の方もですね、これからだん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 ますますサンゴが元気づいて、種類もですねもっと増えていくだろうというふうにお聞きしてます。これは専門家のお話です。それから11月の4日の講演会なんですが、そこに書いてますけども、岩瀬さんに来ていただいて、でこの岩瀬さんは水産庁が、毎年行っている多面的事業でですね、サンゴのコーディネーターとしてですね参加された。でその時は5名いらっしゃるんですが、専門家がね、海藻サンゴ他にもあるんですけど、そのうちのサンゴの専門家なんですね。この岩瀬さんはですね、徳島でですね、四国でですね、黒潮研究所といってですね、向こうの四国の海をずっとですね長きに渡って見てきた方です。でこの方を一緒に限界灘で潜って一緒に見てもらいました。そしたら後追いをするだろうというような話をされてました。で昔は四国の方もですね、30年前は13度だったそうです。 最低水温が今15、5、6度しか下がらないそうです。ですから海藻はほとんどないでと言ってました。でおそらく限界などもこれからはそういう方向性を多分たどるんじゃないかなというお話を岩瀬さんはされました。ということは結局もう大きく限界などの海自体が今までの海とは大きく変わっているもんですから、
これもうどうしようもない、止めようがない、私たちの力では。ですから私たちがやっぱりそれに対応していかないといけないというふうに感じているところです。まとめといたしましてはね、これから先限界などがどういうふうになっていくのか非常に注視をしているところなんですけども、サンゴが増えていくということはですね、逆に言えば海藻がややもすると減っていく、可能性が非常に高い。で、海藻が少なくなるとウニやらワビやらサザエがですね、海藻がその餌ですから、食物連鎖の関係で非常にこれに厳しい環境になっている。で、もう一つ言わせていただくならば、このウニアワビサザエを取って生計を立てている海女さんがですね、相当深刻な状況に今なっているような気がします。で、ウニの件ですが、ウニはですね、玄界灘のウニが北海道のウニよりかですね、ものすごくおいしいし、ものすごく質がいいらしいですね。これは昔道場六三郎さんっていう和食の鉄人といいますかね、専門家の方がやっぱりそういうお話をされたみたいです。それから最近よく呼子のイカが取れないということを聞くんですけども、これもですね、温暖化の影響でどうもイカが乗ってくる海流というかな、潮流といいますか、その潮の流れが道がですね、非常に大きく変化して、非常に漁業者にとっては、良くない影響が出ている。それと時期がずれる。特に呼子の場合はイカで有名な場所なんですが、ゴールデンウィークの、ね、一番お客さんの呼子に動くときに残念ながらイカがない、そういう話をよく聞いてます。で、ちなみになんでこういう状況になったかといいますと、結局私九大の先生とよく話するんですけども、地球的な規模で、環境変化が起きている。で、南極の溶けた氷がですね、深い、海、近い世界のですね、深い海に沈み込んでいる。で、海は当然つながってますから、変化が出るわけですね。その影響が玄界灘にも出ている。その影響がですね、海藻が育たない。それからサンゴが元気づいている。それからここに乗せてる熊の実ですね、これは死滅回遊魚で、暖かい海から流れてきて、玄界灘に一定時期秋口までいて、冬はですね、年を越せずに死ぬ死滅回遊魚だったんですね。これが 5,6 年前から越冬して、そしてこれはこの熊の実は去年2回生まれた子供なんですね。それが、2月の14日に私潜りましたけども、元気で越冬してる。それぐらい大きな変化が玄界灘で起きてます。で、そのことを考えるとですね、もう私たちは海を昔の玄界灘に戻すんじゃなくて、私たちがやっぱりその変化に対応していってですね、やっぱり生活をしていく方向に切り替えるべきだというふうに強く思っているところです。はい、こんにちは。花丸シェコネクトの小田切です。僕たちの団体花丸シェコネクトは去年の5月にできた小さい団体 で設立のきっかけは、コロナになります。で、僕らは何考えているかっていうと、楽しみながら環境問題に触れられる場を作ろうだったりとか、あと暮らしと自然のつながりを考えて創造するきっかけになれればいいななんてことを考えながら動いてます。
で、ここでは簡単に活動の紹介と、その活動の中で考えていることとか気づいたことについて、お話しできたらいいなというふうに思っています。でここに書いてあるようにビーチクリーンだったりとかマイミズスポットっていうやつの普及だったり、まあ、シェア絵本をやっていたりっていうことをこの後話していければと思っています。はい、もう少し、自己紹介をさせていただければと思うんですけども、これ、この輪っかですね、関心のある言葉を並べているんですけど、こんな感じで人やことをつなげていきたいなというふうに思っています。っていうのも、まあ、環境とかエコといった問題っていうのがですね、まあ、いろんな要因が絡み合ってて、大体まあ僕ら人が行う活動がきっかけになっているんですけども、まあ、あと地球温暖化、気候変動っていうのを聞いたことあるとも思うんですけど、大雨とか台風とか大雪とか雪不足、猛暑で大規模な山火事とかって、皆さん、まあ、ここら辺に対してアプローチをどういうふうにしていこうかっていう壮大なことに対して、まあ、僕らはつながりとか、きっかけの場所っていうことで解決しようと思って動いています。で、今回駆け足でお話しするので補足があった方がいいなというふうに思っているので、こちら、松露さんのカラッチュですね、まあ、残念ながらちょっと去年廃刊にはなってしまいましたけども、この10月号で分かりやすく活動のこととか背景っていうのを記事にしていただいてます。あとですね、右下左下になるのかな、カラフルなクジラが表紙の11月号ではビーチクリーンイベントを一緒に行ったエコロボメイトさんの素敵な活動が掲載されているので読んでみてください。ウェブの方でも松浦さんの方で見れます。はい、活動に入っていきます。で、まあ、いきなりなんですけど、まず海のことをですね、これは海岸に流れ着いているゴミの写真になるんですけども、まあ、いろんなものがある。でこれって、まあ、プラスチックがほとんどになっているんですけども、こういった海洋ごみ、プラスチックの負の側面ですね、めちゃめちゃ便利なんですけども、意外と、まあ、このままでは魚よりも、まあ、海のごみの量が多くなりますよみたいなことを言われているのと、あと最近だとコロナごみっていうような新たな問題も出てきて、でですね、これ僕も知らなかったというか気づいてなかったです。不織布で、僕布だから普通になんか化学繊維じゃないと思ってたんですけど、意外と、まあ、ほとんど化学繊維みたいな、でマスクがたくさん海に流れてますよみたいな、僕らも拾ってて結構マスクを見るようなことが多くなってきました。で、こちらですね、海洋ごみがあって僕ら偉いそうに話し始めてるんですけど、去年デビューです。去年から海に関わり始めてます。でここ情報は認知してたんですけども、まあ、そんなにゴミだらけだったっけって全然気づいてなかったですね。でまあこれ結構きれいにしてくれてる方がたくさんいるんだろうなっていうのを活動の中で知ることができました。まあ、その中で僕ら一人一人が団体としてできることっていうのをどういうふうに考えていこうかみたいなことを考えて動いていきます。で、まあ、具体的に何しましたかっていうのは、海洋ごみを知ったり触れるイベントっていうのをコロナの隙間を塗ってやらせていただきました。でゴミ拾いたくてたまんないぜみたいな人ってあんまりいないので、まあ、ヨガとかバーベキューっていうものを絡めたりとか、まあ、オーガニックな日焼け止めをプレゼントとかしたりだとかですね、波戸岬キャンプ場会場にしたり、先ほど少し紹介させていただいたエコロボメイトさんだったりとか、いろんな方の協力で、まあ、イベント感を出して、盛り上げていくような活動をしました。であと集めたゴミですね、それがどこに行くのかっていうのを聞いたり、北九州のリサイクル施設を見に行ったりとかしました。ここをちょっとじゃあ、これ補足資料なんですけども、まあ、これ漂着ごみの割合なんですけども、ペットボトルまあまあ多いですみたいな話で、少し足さっぱりで、ペットボトル多いですよねみたいな、なくすときに何をしますかっていうと、マイボトルが結構、最近は流行り始めているんですけども、マイボトルがあっても給水できることが少ないみたいなで、結局ペットボトルを買って中身入れ替えてゴミ箱に捨てるみたいなところを、僕実感していて、そのために唐津に給水スポットを増やそうみたいな、マイミズスポットっていうのを、普及させて、今、ゼロから9つのスポットが誕生しています。これ他のやりたい方とかいたら、またそれも、お話とかですね、問い合わせしていただければなというふうに思います。次にですけど、絵本の貸し出しっていうのも始めました。これ、シェア絵本っていうふうに呼んでいるんですけども、今だいたい40冊ぐらいあって、でリストも用意していて、主にですね、環境とか自然を意識して、まあ、考えられるようなきっかけとなるような絵本を集めているので、もしご興味がある、保育園だったり幼稚園とか団体さんがいらっしゃったらですね、問い合わせていただければというふうに思っています。ここら辺はですね、どんどんシェアの文化を所有ではなくてですね、今後増やしていきたいなというふうに思っています。はい、あとですね、これは
保育園でやったオリジナルの紙芝居なんですけども、レジ袋が有料になった時に、まあ、どういうふうに子どもたちに伝えようかみたいな感じのことを考えていて、まあ、その背景分かりやすく伝えようと、まあ、紙芝居を作って読み聞かせをした時の様子と、あと下の方にあるのがですね、その時に同時に開催された園内での夏祭りの買い物の様子です。でここですごく素敵だなっていうふうに思ったのが、夏祭りの買い物っていうのをですね、先生たちが考えて新聞紙で作ったエコバッグっていうものを、まあ、使ってくれているんですね。でこれもう本当にエコバッグ、布でできたエコバッグ今すごく増えてると思うんですけども、これを、自分たちで身の回りにあるもので作ってみる、アレンジしてみるっていったことを考えて実行してくれたのはすごく嬉しかったし素敵だなというふうに思いました。ここでは試合絵本の貸し出しもしています。あとですね、耕作放棄地を使って土と触れ合うみたいな、耕作放棄地を再生しながらっていうようなファームで、まあ、種とかハーブだったりっていうことに触れたりとかですね。であともう一つ、こちらはまた打ち上げっていうところにあるスペースなんですけども、ここをヤギだと一緒に、開拓してまた食べられるガーデンを作ったりしたいなっていうふうなことを今進めていたりしています。でこれからどんな活動をしていきたいかみたいなことなんですけども、引き続きですね、一緒にやりたいなとか自分たちもやってみようっていうのが増えていくような活動をしていきたいっていうふうに考えています。で、ここに書いてあるようなことですね、具体的には、活動しているみんなとの、まあ、関わりをどんどん作っていく、そのつながりを、地域の外にもつなげて広げていきたいなというふうに思ってます。で個人的にはですね、海洋ごみ拾いながらどんどんアップサイクルみたいなことできたらいいなというふうに思ってて、 V って丸いやつが結構流れ着くんですけども、カエルみたいな V を使ってプランターを作ってみたいなだったりとか、あと台湾にはですね、そのゴミを集めたやつをインターネット上で海洋ゴミ図鑑みたいなのを作ってですね、ものすごいそこには歴史が書いてあったりとか、すごく楽しく、ゴミのことを学べて知ることができるようになっているので、そんなようなものも作れたらいいなというふうに思っています。で、最後になりますけども、この事業ですね、これからもそうだと思うんですけども、僕らが何かを成し遂げたとかっていうことでは全然なくて、たくさんの人の関わりとか協力つながりっていうところで、まあ、すごくこうやって発表できるような形になってるっていうことにすごく恵まれたなっていうふうに考えています。はい、ありがとうございました。事業名は松島かから島の水環境を大切にした里山里海事業です。僕は松島かから島の自然を守る会の会長をしている総秀明と言います。普段は漁師をしながら、島の活性化のために仲間たちと協力しながら活動しています。よろしくお願いします。松島かから島の自然を守る会は島の20代の若者を中心にして活動しており、地球温暖化の影響や少子高齢化、人口減少などの課題に立ち向かいながら、これからも島で暮らしていけるよう環境づくりを頑張っています。今回の海山川事業では4つの項目に取り組みました。1つ目は海藻の畑づくり、2つ目は海底湧水の調査、3つ目は海底湧水での塩づくり、4つ目は作った塩のミネラル成分分析です。1つ目の海藻の畑づくりでは、有用海藻のわかめの畑づくりを目的とし、ノコギリ目という食べることができない海藻を間伐して、わかめなどの人が食べれる海藻を生息しやすいようにしました。これがその時の様子です。ノコギリ目の刈り取りとは、海の中で草刈りをするような感じで、ノコギリ目の根っこの少し上を鎌で切っていきます。刈り取った場所が分かるように、幅2メートル×長さ30メートルの帯状に刈り取ります。調査後のノコギリ目は捨てずに畑に巻き、野菜の肥料にします。1日天日干しにして乾燥させて使います。今回は島に訪れていたお客さんに畑に巻く作業を体験してもらいました。海藻肥料で作った野菜はミネラル分豊富でえぐみのない味になります。2月10日にわかめの畑の経過観察に行ってきました。
すると小さなワカメが生え始めていることが確認できました。4月から5月頃に収穫できるのを期待し、経過観察を続けていきます。2つ目の取り組みは海底湧水の調査です。海底湧水とは海底から湧き出る海水のことです。今回調査した松島の海底湧水は沿岸部の地下に雨水が浸透し、淡水地下水の圧力で地下海水が押し上げられていると考えられます。調査方法は浅い海底にタッパーとビニール袋で作った水受けを設置し、湧き出た海水がビニール袋の中に溜まっていくという仕組みです。これがその時の様子で、手作りで採水キットを作り、湧き出ているポイントに設置し、1時間の間に湧き出た海水の量を調査しました。そして今回はただ湧き出ていることを確認するだけではなく、場所によって湧き出ている量に違いがないかについても調査しました。すると左上の C3 が一番多く、右下の A1 が一番少ないことが分かりました。これからはそれらに成分の違いがないかなども詳しく調べていけたらいいなと思っています。3つ目の取り組みは海底湧水で塩作りをしました。60リットルの海底湧水を汲んできて、5時間かけて平釜でゆっくり炊く作業です。今回は高島の方に来てもらい、塩作りを体験してもらいました。60リットルの海水から約 2.5 キロの塩ができました。今後はイベントなどでも塩作り体験を取り入れていきたいと思っています。4つ目の取り組みは塩の成分分析です。海底湧水から作った塩はどんな成分が含まれているのか、またその成分の割合などを詳しく分析しました。この表がその成分分析の結果で、 A 社と B 社の塩と比較して、海底湧水から作った塩はカリウムやマグネシウムの含有量が多く、ナトリウムやカルシウムが少ないことが分かりました。これは減塩志向や健康志向の方におすすめできる成分形成であることと考えられます。実際に食べていただいた方からは、普通の塩と違い海の味や海の風味が強く、とても美味しいという感想が多かったです。今回の活動をこれからの松島から島の豊かな里山里海づくりにつなげていけるよう、頑張って活動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。皆様はじめまして、私は唐津市港町まちづくり団体区財の宮本と申します。このような機会は慣れておりませんので、説明不足な点もあるかとは思いますが、本日はよろしくお願いいたします。区財の主な活動としましては、ご覧の通り地域行事等のイベントのサポート、地域要望の対応、環境整備ほか浜の清掃活動等ですね、あと森林保全活動など主に地元で活動しております。今回は森林保全活動の一環で、どんぐりの森を育てる事業にて海山川さんの補助事業を利用させていただきました。今年はコロナの影響で活動も制限されましたが、地域放置林の伐採作業を行い、どんぐりの木や榊の木を植林をすることができました。一番上のやつはもう重機等を使って地域の要望に応えたりと、ここはこの右上の部分は、放置林の開拓事業、右下の写真は榊の購入時の写真や、こちらはまた別の場所の作業時の写真ですね。で、作業を伴うにあたり、港を各より重機やチェーンソーなどの作業に必要な機械とのレンタル、地域の地権者からは耕作放棄地の貸し出しなど、港を各や地域の地権者の方々からも協力サポートしていただくことが増えました。今年は企業、自然電力さんとの連携も行うことができ、
地元に建設されている風力発電機、風車ですね。ちょっと見にくいですけど、下側の写真になります。風力会社の風車の下にある遊休地に植林を行うこともできました。地元の方々にも森への関心を高めていけた、いただけたらと考え、榊の植林事業には地域の子どもクラブさんにも参加していただきました。子どもたちは慣れない植林作業に苦戦していましたが、親御さんや友達、地域の方々と真剣に木を植えてくれ、毎年の恒例行事にしたいなど、みんなと共に作業することの楽しみも感じてくれていました。これはもう全部榊の植林の時の写真ですね。で、右上のやつが子どもクラブさんの皆さんの写真になります。こんなことを思ってくれて、次世代を担う子どもたちには夢が膨らみます。今後の活用予定としては、毎年どんぐりの木や榊の木の植林を行い、生産加工から販売までの地域6次産業化を目指し活動を行います。課題としましては、事業継続のための基盤を確立させるために、事業を担う人材の育成、参加者の呼びかけや6次産業化のノウハウ、販売経路の模索、軌道に乗るまでの収益の確保など、まだまだ課題がありますが、地域の方々や企業さんと協力することで少しずつ現実になるように今後活動していきたいと考えております。短い時間でしたが、ご清聴ありがとうございました。発表していただいた団体の皆様、ありがとうございました。今回発表していただいた団体のほかにも、唐津市の豊かな自然環境を守るために活動されている方々が多くいます。これからも皆様のご活躍を期待しております。また今回ご覧いただいた成果報告会のご意見ご感想をお持ちの方は、こちら唐津市役所生活環境対策課までお知らせください。電話番号は 0955-72-9175、 ファックス番号は 0955-72-9180、 E メールアドレスは生活-環境@city.karatsu.lg.jp となっております。今後の活動の参考にさせていただけますので、ご協力をお願いします。それではこれをもちまして、令和2年度唐津市海山川環境調和のまちづくり事業成果報告会を終了いたします。ご視聴いただきありがとうございました。